今日はですね、スペシャルゲストをですね、名機で拾ったんですけど、はい、僕です。皆さんこんにちは。こんにちは。自己紹介お願いします。僕スクーター約1年ぐらいやってて、はい、やってます。はい、APEX ですね。かっこいいパーカーですよ。なんか誘拐されました。あ、はい、すいません、誘拐しちゃいました。ディノです。で、今からバックハイファイブに来ています。イエーイ。で、今からこっちにバックフリップチャレンジなんですけど、先にこっちの黒いマットでできた人が勝ちっていうゲームでやりたいと思います。拍手お願いします。はい、お名前をお願いします。リュウです。スクルタ1年やってます。はい、どうぞ。ピノです。頑張ります。はい、ピノさん頑張りましょう。一発目どうぞ。え、待って、俺なの大丈夫？リュウ大丈夫？鼻つぶれました。大丈夫ですか？大丈夫です。鼻がつぶれています。これは危険だ。誰か次ピノさんです。一発目おー、タイム1、2、3、おー、3回目、4回目です。おお、次5回目です。誰が先にレジやりますって言うかな。いいですか。怒ります。うわー、おお、チャイスチャイス。誰ですか。誰でもないです。6回目、チャレンジャーが現れました。ローラーブレーダーです。すいません、インラインというスポーツでした。7回目でした。おお、8回目、どうぞ。おお、来ました。おー、9回目、どうぞ。リュウさん、10回目終わってどうですか。感想をお願いします。バックフリップは思ったより簡単でしたね。そうなんですよ。いいですね、いいコメントありがとうございます。しのさん、ちょっとやっていくたびにちょっと衰えを感じてきてるんですけど、まあちょっと回復していってるので。そうですね、ありがとうございます。ですね、誰が先にこっちでやるかですよ。さて、いつやると思いますか。今でしょ。ならやりましょう。しのさんはいつやりますか。龍がやるとき。なら、2人で今からやりましょう。てことで、このスポンジを背中にキュッと入れたいと思います。はい、誰先行ですか。じゃんけんで決めましょう。最初のゲームチェックポイント、アイコでした。すみません、ライブどうぞ。アイコでした。てことで、ヒロさん先行です。はい、これは行きまーす。ストップ。おー、
一発目であれは素晴らしい。ちょマニュアルしちゃいます。スポンジだと思ってどうぞ。行きましょう。いった。おー、木の2回目どうぞ。行きます。おおー、リュウこれで乗ったら2回目です。これで勝ちになります。どうぞ2回目。勝者リュウ。どうですか感想は。めっちゃいいですね。そうですね、この快感というか、この快感というかですね、あれですよね。そうなんですよ。お疲れ様です。次はティノさんを。ティノー、あーあー、おいやべ。皆さん、バックフリップは決して安全な技じゃないんで、やっぱりスポンジでね、練習。最後にティノさん一言。ありがとうございます。ここにですね、インスタグラムのね、あれを貼っとくんで、ここにティノスクートだっけ。ティノターンです。あ、全然違いました。ポイントは合いました。最後にすいません、一言だけ。僕の YouTube チャンネル登録お願いします。登録お願いしますね。下に貼っとくんで、ここら辺に、あ、ここら辺っていうか YouTube の動画のコメント欄っていうか概要欄に、概要欄っていうところにね、僕の彼女もなんか一言つぶやいてました。何ですか。インスタグラムチェックして。そうですね、インスタグラム、かなちゃんのね、かなちゃんっていう、かなちゃんグラムっていう。